ちょっとお昼ご飯を食べに行きたいなと思っております。今日ちょっと風が強いのでね、コーヒー通とかラー通とかできないので、今日のお目当ては、ちょっとがっつり系を食べに行きたいなと思います。がっつり系、ちょっと胃に重たいんですけれども、まあ、そんなに食べれないんですけれどもね、少し、がっつり系の重たい定食をこれから食べに行きます。年がら年中お休みはありませんので、いつ行っても空いていると思います。非常に大人気のメニューということなのでね、近くにあるので、ちょっと見かけはだんだん山奥になってきますけれども、意外と知られているところであります。どなたでも行けますのでね、近くに寄った時には、行っていただいていいんじゃないでしょうか。食べ物の動画はないんですけれども、今日はね、しっかり撮っていきたいなと思います。で、ここはもう何度か行ったんですけれども、最近ね、1年ぐらい前かな、出来上がったところです。もうすぐ近くなので、ほんの、まあ、30分もかかんないようなところにあります。天気をね、ご覧の通り、朝ね、ちょっと雲が、かかってて、しかも雪がね、ちらついてまして、今日出るかどうかかなり迷ったんですけれども、まあそんな積もるようなね、雪ではないので、まあ、なんとかなるかなということで、今10時15分ぐらいですね、出かけてきました。非常に寒いです。風もちょっとあるしね、あんまり海も行きたくないし、山は当然無理なので、近くにしました。いろいろ今年もね、やり残したこととかね、ちょっと悔しかったこともあったりなんかしたんですけれども、とりあえずはね、2017年もうじきあと 2,3 週間で終わっちゃいますので、今年の総集編ということで、今日のこの動画をちょっとプラスしてまとめていきたいと思っております。最後までごゆっくりお付き合いください。よろしく。どんどんバイエイエイエイ。とか皆さんのご協力のもとありがとうございました。でね、今上の方はね、新東名ですね。新東名こっちの橋、この先にあります。一応ね、グリップヒーターとかシートヒーターがついてるので、お尻はあったかいんですけどね、手の先っちょがね、冷たいですね。はい、ここを右折ですね。ネオパーサ岡崎です。ジューン、来ます。ついちゃいました。新東名の岡崎パーキングネオパーサ、ここのパーキングエリアにお昼ご飯を食べに行きます。
崎のサービスエリア、動画を作るほどの時間もありません。もうほんと15分で着いちゃいますので、このねバイク乗る格好をやってる間にね着いちゃいます。はい、到着です。どこにしよっかな、こっちにしよっかな。それでも食べてみたいと思います。わらじカツ定食をいただきました。200g だったんですけど、ペロリと完食いたしました。美味しゅうございました。約1時間ぐらいね、1時間ぐらいで、休憩がてら、いただきました。寒いということで、それではね、もうほやばやと帰宅したいと思います。もう空見るともうほとんどね雲かかってきて、いかにもね雪降りそうな感じなので、帰りたいと思います。では本日のウラジカツ定食ツアーは最終、完食いたしました。どいどんどんどん、岡崎ネオパーサでした。ネオパーサ岡崎ね、早いうちに食べれば、結構空いてます、これがお昼時になると結構な人混みになるし混んでくるので、早々ということにしました。2017年ね、最後はカツ定食を腹減って食べて、来年僕と